番だ、9番。おっと、これは抜けてきました。大きくリターン、自陣40ヤード付近まで大きくリターンして、ジェスターズファーストダウンの1度目の攻撃となります。セグウェイターズキッカー12番泉山奈緒選手のキックオフで後半正解し、これをトライアップしてジェスターズリターナー9番宮城優作選手が約30ヤードリターン、ボールをリターンした時点自陣41ヤードからトライアップしてジェスターズ後半最初のファーストアウト。ジェスターズファーストアウト、セットバックからアイフォーメーションバックアイランニングバックトライアクセス、ジェスターズ後半最初の攻撃はランニングバック31番村山選手の中央性、ゲインは4ヤード。トライアクセス、ジェスターズセカンドダウン6、タイトエンドを手前に置いてですね、レシーバー2人という沖野選手に当たしましたが、これはロス3ダウン8。トライアクセスジェスターズ守護へのランプレーでしたが、ここがサイドワイヤーズディフェンスラスライド早く2ヤードのロス。サードダウンの攻撃、新たな攻撃権獲得のサードダウン獲得までは残り8ヤード。サードダウンでサードダウン8でガンに戻りました。ガンバック4番渡しましたが、これはロスタックル。サイドワインダーザー集まりました。トライアクセスジェスターズ左へのオープンプレーを展開しようとしましたが、ここはサイドワインダーズディフェンスライン53番村越選手のタックルが早く3ヤードロスをしています。トライアクセスジェスターズフォースダウンラストダウン。ここで攻守交代です。トライアクセスジェスターズフォースダウンでバントを選択、4回の攻撃点でファーストダウン獲得できなかった場合、その時点で攻守交代となるため、バントよりピンチを挽回します。トライアクセスジェスターズバンカー2番若林選手のバントをサイドワインダーズリターナー28番藤本選手がキャッチ、ここで攻守交代です。サイドワイヤーズボールをキャッチした地点自陣41ヤードから後半最初のファーストダウン戦の攻撃。さらに4番吉川選手が持ってサイド大きく展開。サイドワイヤーズランニングバック4番吉川選手のランプレー、ゲインは2ヤード。サイドワイヤーズ4回中2回目の攻撃、セカンドダウン。パスインコンプリート。サイドワイヤーズセカンドダウンの攻撃でパスを投げましたが、このパスをトライアクセスジェスターズ。ディフェンスバック29番藤原直人選手がバックアウト、パスは成功です。サイドワイヤーズダウンダウンエコー、パスインコンプリート。
スがパス失敗。サヨエンダーズ3番の攻撃でパスを投げましたが成功。パスのターゲットはワイドレシーバー3番に中野選手でした。1回のダウンで前方へのパスは一度しか投げられませんので、バイパスが不成功ですとその攻撃、そのダウンの攻撃は終了。ボールは元の位置に戻り、ダウンは次のダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウン、ラストダウン。ここで攻守交代。サイドワインダーズフォースダウンは完封選択。4回目の攻撃戦を放棄し、バントによりピンチを挽回します。バンター12番泉山選手のポントはフライアクシスジェスターズ陣地22ヤードでサイドラインを割りました。その時点で攻守交代です。フライアクシスジェスターズ自陣22ヤードからファースダウン戦の攻撃。また、セットワーク、アイフォーメーションですね。一番基本の体型にプロというのじゃあ2枠、31番に私中央のフライアクシスデータズラニーバック31番グラヤマ選手のランプレー。ゲインは3ヤード。タックルしたのはサイドワインダーズラインバッカー9番帯川選手でした。トライアクシスデータズセカンドダウン。トライアクシスデータズセカンドダウン。このパスをサイドワインダーズディフェンスバック29番奥村選手がパスカット。パスは不成功です。パスが不成功でしたのでボールは元の位置に戻ります。攻撃は次のダウン、サードダウン。サードダウン獲得までは残り7ヤード。ファールマーカーが報じられています。状況だけを見るとですね、キングザパサーかと思われますが、ただ投げた後にタックルを打ったようにありませんでした。反則はありませんでした。先ほどの攻撃、トライアクシスジェスターズはパスを投げましたが不成功に終わっています。状況だけを見ますとラフェルスパスを投げようと考えられたんですけども、やはりあの、ボールを投げた後にタックルを行くことは反則ですが、トライアクシスジェスターズフォースダウン、まあ、ラストダウンです。しようとしたタイミングでのタックルだったので反則はなくなりました。ここで攻守交代。フライアクシスデータズファントによりリーチを挽回します。ファンター2番若林選手のパスはサイドワインダーズ陣地48ヤードでゴールでした。攻撃点はブラックのユニフォームサイドワインダーズに変わっています。サイドワインダーズ自陣48ヤードからファーストダウン戦の攻撃。サイドワインダーズファーストダウン戦の自陣48ヤード付近からのファーストダウン戦。サイドワインダーズランニングバック4番吉川選手の中央プレーでしたが、
トライアクシスジェスターズへディフェンスライン93番藤井選手のタックルが早くほとんどゲインを与えておりません。サイドワインダーズセカンドダウン権、サイドワインダーズセカンドダウン権、サイドワインダーズはジェスターズと打ってかショットガンを打つがあるスペシャルパスを狙っていきますが、パスインコンプリート、もらったパスでしたが、ちょっとサイドワインダーズパスが不成功でしたので、ボールは元の位置に戻ります。ダウンは進んで次のダウンの攻撃、サードダウンです。パスダウン獲得までは残り10ヤード。ボールを持ち52ヤードを走り切り、エンドゾーンへとボールを持ち込み、タッチダウン。第3クォーターに6点を先制しています。ゲームダイバーサイドワインダーの番号変動をお知らせしています。それでは59番が52番に変更になっています。よろしくお願いします。さらに1点を追加し、サイドワインダーズ合計7点です。さあサイドワインダーズタッチアウトトライフォーポイントが7点追加しています。第3クォーター時間、6分46秒、残り時間6分46秒で、サイドワインダーズが7点に入れた。ただいま得点しましたサイドワインダーズのキックオフで試合再開となります。これをトライアクシスジェスターズリターナー9番宮城選手が約25ヤードを入れた。トライアクシスジェスターズ自陣33ヤードからファーストダウン点の攻撃です。さあトライアクシスジェスターズ ワイヤレシーバー81番タクワ選手へのパスが成功。ゲインは5ヤード。
クライシスジェスターズセカンドダウン5。4番奥野選手の中央のラン3ヤードほどゲインしてサードアウトとなっております。ストライクシステスターズランニングバック24番奥野選手のランプレーで3ヤードゲイン、タイムアウトです。ここでレフェリータイムアウトです。ウォーターを入れるレフェリータイムアウトが実施されています。そこでレフェリーによります、水分補給のためのウォータータイムアウトが取られます。今シーズン X リーグでは選手はフェイスシールドをしてプレーをしているため熱気がこもりやすいので、このような時期でもウォータータイムアウトが取られます。ワイドレシーバー7番堀選手のパスが成功、9ヤードをゲインしファーストダウンを獲得しています。7番、堀選手復勝ですね、自称ジェイサーズプロ野球ジェイサーズ敵陣に入り、敵陣41ヤードから新たに4回の攻撃開始、ファーストダウン10。選手とはですね、長い間ポイントがあるということも情報としていただいております。パス成功、ストライクシステスターズクォーターバック6番ウェリス選手からワイドレシーバー18番海藤選手のパスが成功、6ヤードのゲインして6ヤードゲインコートなストライクシステスターズセカンドダウン4。インターセットです。インターセットです。失礼いたしました、サイドアインダーズインターセットです。ストライク
プロエクシスジェイスターズセカンドラウンド長いパスを投げましたが、このパスはサイドワインダーズ、ディフェンスバック29番奥村明選手がインターセプト。これで攻撃権はサイドワインダーズに変わります。サイドワインダーズ自陣23ヤードからバースダウン点。さあサイドワインダーズ、ヤード付近からでしょうか。ファーストの攻撃、ランバック吉川選手に飛ばせる。ゴールまで77ヤードを走り切り、サイドワインダーズ勝ちと第3クォーターに6点を追加しています。サイドワインダーズトライフォーポイントのキックは成功。しかし先ほどのタッチダウンで6点を追加しておりますので、サイドワインダーズここまでの得点13点です。ボールをリターンした時点、トライアクセスジェスターズ自陣30ヤードからファーストアンテンの攻撃です。18番海藤選手のパスが成功。7ヤードゲームセカンド。
トヨアクシスデスターズセカンドスリー。トライアクシスゲスターズバスケットへバスケットを一曲。トライアクシスゲスターズコーナーバック6番上西拓人選手からワイドレシーバー81番タクワマサヒロ選手のパスが成功。4ヤードを減しバースダウンを獲得しています。トライアクシスゲスターズ41ヤードからバースダウン成功。トライアクシスゲスターズランニングバック24番沖野選手のランプレー、ゲインは1ヤード。さあセカンドダウンないの。再びアイフォン。トライアクシスゲスターズセカンドダウン。長くゴールだ。これはディフェンス集まりよく球技策。最後は今53番。トライアクシスゲスターズパスの構えでしたが、サイドワインダーズディフェンスライン53番村越隼人選手が球技策、8ヤードのロスを奪っています。ジェスターズ、サードダウン15、パスを選択しますが、パス成功しております。トライアクシスジェスターズコーターバック6番ウェイス選手がワイドレシーバー5番ヒルス選手へのパスが成功。ゲインは5ヤード。トライアクシスジェスターズファーストダウン獲得まで10ヤードを残し、ダウンはフォースダウン、ラストダウン。ここで、第3クォーター終了です。第3クォーター終了、クォーターダウン。